豊富な水資源に恵まれた熊本、海と日本プロジェクト in 熊本では、県内の海の魅力を皆さんにお届けします。今回は美しい海の風景をご紹介します。豊かな漁場であり美しい海で知られる芦北町、そんな芦北町に新しいイベントが誕生しました。ウォーキングの名所を教えてください。はい、私はフットパス芦北という名所にしております。フットパスとは、イギリスが発祥の地で、小道を歩いたり風光明媚なところをですね、皆さんで一緒に歩くような形にしております。それがフットパスです。そのフットパス芦北は全国に認められたんですか？はい、そうなんですよ、11月に、全国フットパス大会がございまして、それでおかげさまでグランプリを取ることができました。はい、芦北町には海産物も美味しいものがいっぱい。かまぼこは芦北の打たせ船で採れた新鮮な太刀魚、イシエビ、ハモなどを使い、美味しいと評判なんです。芦北といえば忘れてはいけないのがこちらのオランダ揚げ。それでは早速いただきます。うん、美味しい。ところで、なんでオランダ揚げって言うんですかね？以前やっぱりその長崎がオランダとその貿易してる時に、まあ遠い国でその珍しいものとか新しいものっていう感覚で、そういった意味でオランダ揚げっていうのが由来です。綺麗な海と水に恵まれた熊本、季節を問わずいろんな楽しみが味わえる芦北町へぜひお越しください。海と日本